こんにちは、ノリズピラリンです。あれマニエよご無沙汰しております。卒業式のね、レンタルの準備とかね、発送が忙しかったんでね、3週間ほどお休みさせていただいておりました。ヒロブチャルチですよ。皆さんお元気でしたか？あの、私はね、もう超忙しくって、で、寝てる時間とお風呂に入ってる時間以外はね、仕事してました。そんな生活をね、2ヶ月ぐらい続けたんですけど、まああと少し、まあ、出口が見えてきてるので頑張ります。私がね、全くもうチャウクさんの情報を調べることができない間に、チャウクさん、グロリアスエンターテインメントの専属契約満了、もう今月7日で、満了ということで、ネットの記事によると、再契約せずにチャウさんの友人でもあり、長い間マネージャーとして一緒にしてきたパンチグさんと個人事務所を作るらしいですよね。なんとっていう感じですよね。この話聞いた時まず思ったんですけど、もうね、そのね、事務所の事務員みたい。これね、チャークファンの夢ですよね。何でもしますよ。ホームページ作成から、もうオンラインショップ作ったり、チャークさんの動画作ったりもできるし、もう電話対応、経理、営業、広報までお任せくださいっていう感じなんですけど、日本に事務所を置くときは、ぜひね、あの、一声かおかけください。何でもします。もうめっちゃ働きますよ、私。まあ今も働いてるんですけど、韓国の芸能界のことって全然わからないんですけど、さすがにね、まあまあまあ、韓国でも大手の事務所にいた方がいろんな面で有利なのかもしれないんですけど、チャークさんレベルになると、ドラマや映画の仕事ってチャークさんだからしてほしいっていうね、依頼が多いと思うので、仕事には困らないでしょうね。ただ今までいたグロリアスエンターテインメントも、チャンクさんが稼ぎ頭っぽい事務所ですよね。チャンクさんがデビューした当初はマネージャーもいなくって、で、友人のね、このパンチグさんに、車の免許を取らせて、で、マネージャーにしたっていうほどなので、状況はね、言うほど変わらないのかなって思います。ネットで調べた情報によると、韓国の芸能界はデビューから所属してきた事務所をこう離れて、こう独立して新事務所を設立するなんか芸能人の人多いみたいですよね。その先駆けとなったのがヨン様とキヨンジュさんですよね。ドラマ冬のソナタで大気になって、2004年にキーストを設立して、と日本を中心にアジア向けのビジネスでね、ヨン様、今は経営者としても活躍しているそうです。ヒョンビンも2016年に独立して演技の師匠と手を組んで、で、個人事務所を設立してるんですけど、今ではね、ヒョンビンの他にも多くの俳優さんや女優さんが所属してて、大きな韓国芸能事務所になっているようです。その他にもパクヒョンシクとか、あとアンヒョソプなんかもね、最近で独立して新事務所を立ち上げて活躍してるみたいだし、まあ、たくさんの芸能人が新事務所をね、こう設立してね、活躍してるんですね。こうやってね、芸能人がこう新事務所を設立する理由っていうのは、いろいろ調べてみると、やっぱりあの、こう収益の分配と意思決定権がね、こうあの得れるっていう、だから会社に縛られることなく好きなように作品を選べて、活動の意思決定権を自分で担うことができるという点ではね、独立する芸能人も多いみたいです。まあ、利点がある反面、まあ、芸能界での個人事務所の経営っていうのは基本的にね、なんか経費以外にもさまざまな、ね、費用がかさむし、コスト面で管理や、まあ、活動の専門性が高いので、そこをまあパンチングさんがどのようにマネージメントしていくのかというのがね、なんかポイントになりそうですよね。でも、まあ、パンチングさんも、マネージャーとしてこの業界長いので大丈夫ではないでしょうか。そう考えると、今後のチャンクさんの活動が楽しみですね。チャンクさんがね、こう自由になってどんな活動をするのか、どんな作品を選ぶのか、もうどんな服を着るのかまでね、
そういう視点でね、これからもチャンクさんを追っていきたいと思います。新生チャンク楽しみにしておきましょう。もうそれでは今日は純子さんの妄想劇でお楽しみください。こんにちは。シーグリ絶対欲しいです。ミロリンさんがおっしゃる通り、自分へのご褒美的な感じでぜひともゲットしたいですね。29日の放送回で青のピアニストのタイトルを聞いて妄想が降りてきました。あ、これね、だいぶ前にいただいたね、妄想劇なんですけど、遅くなっちゃってごめんなさい。うわー、ゆっくり寝すぎちゃった。ベッドサイドの時計はもう昼近い時刻を示していた。彼に借りていた白いスウェットが大きすぎて袖口まで手が届かないし、お尻まですっぽり隠れるからワンピースのようだ。これならパンツいらないね。うん、パンツうーっと大きく伸びをした時、かぐわしいコーヒーの香り。開け放たれたドアの向こうにアイボリーのスウェット上下でピアノを弾く彼の姿があった。どうやら次回作のピアノシーンを練習しているようだ。なんと庭が見渡せる大きなガラス戸や天窓から差し込む穏やかな日の光がステージライトのように彼を照らしていた。めっちゃなんかいい景色ですね。朝から肩から腕の流れるような動き、男らしくもしなやかな指の運び、その意味は昨夜私の鼻の上で奏でた優しくも激しい愛の旋律が私の中に再び鮮やかによみがえる。なんと、あ、なんとなんと、湧き上がる彼への思いが愛のうねりを伴って私の全細胞がダンスする。チャッチャランチャチャッチャランチャチャッチャランチャってちょっと違いますよね思わず恥ずかしさで頬が赤くなったのを悟られまいと手で覆いながら、おはよう、練習で死んだねと声をかけた。日の当たらない場所のマカモニー台はひんやり冷たく、つま先を立てて彼に近づき、ちゃっかり私の指定席、彼の膝に座る。なんと、いいですね。やっと起きたね、お寝坊さん。汗臭いけど、かわいい。なんと、これ、汗臭いけど、かわいいって、怪しいパートナーの一シーンみたいですよね。あらやだ、匂うと言って、私もキスのお返し。ねえ、今の曲私にも弾き方教えて。うん、いいよ。それじゃあまず。彼は私の手に手を重ね、指をゆっくり誘導しながら私の肩に顔を乗せる。顔を寄せ合いながら奏でる メロディーはいつしか甘い響きに変わっていく。日だまりのかすかな冬の匂いとコーヒーの香り、そして愛おしい彼の匂いが三重奏みたいに合わさり、バケットシートのように私の体を包み込む。いいですね、そのバケットシート、私も欲しい。なんとも心地よくて、不覚にもまた夢の世界へと誘われそうになる。不意に大きなあくびをした私に、あいごー、こらこら、もういい加減目を覚まさないとダメだよ。今日は午後から一緒にペク・ゲリンのコンサートに行く予定だろう。さあさあ、お姫様は私めがシャワーでしっかりと目覚めさせてあげましょう。彼はいたずらっぽく召使いのようなセリフ回しでそう言うと、私を抱きしめ自分の足の上に私の足を重ねさせてシャワールームへと向かうのだった。冬の初めのある休日の一コマでした。いい一コマ、やってみたいチャン君の手と足の感触をついつい妄想しちゃいます。どんな感じでしょうかね。ではまたといただきました。なんとおしゃれな朝の風景、もうこんな生活ねしてみたいですよね。もういつもおしゃれな妄想劇ありがとうございます。また期待してます。それでは今日のコメント紹介します。ゆみこさんです。
記号語特集ありがとうございました。タビさんが行って1ヶ月、最後までジャタンちゃんくんが大好きでした。いつも記号語を見てました。向こうでも多分見てるでしょう。そしてピロリンさんの動画楽しみにしてました。ありがとうございます。そして突然だったので私も身内をなくしたみたいで悲しいです。前日までピロリンさんの動画を2人で見てました。チャン君はずっと活躍していけると思います。この人は心が美しい、顔も綺麗と常に言っていました。私がタミさんの分までチャン君を見届けていきたいと思います。ともうタミさん最後まで陛下を見ながらもう安らかに旅立っていったんですね。今頃お空の上で陛下の動画見ながらね、まだドキドキしているのかもしれませんね。タミさんのご冥福お祈り申し上げます。ユミコさん知らせてくださってありがとうございました。最後に特典映像もあるのでお楽しみに。こちらの動画火曜日金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ドリンスプロリンでした。アニョーン。나는 난생 처음 먹어보는 맛인데 시큰하면서 그런 맛이다. 소브랑 아 소브랑 마사람 소브랑 마사람 맞다 미스. 얘는 집고양인가 봐. 고양이 고양이.